石川卓木賞は日本にあった歌人、俳人、詩人、エッセイストのための公募のコンクールによる総合的な文芸の新人賞。最大時は短歌、俳句、詩、エッセイの4部門があった。岩手日報文学賞の卓木賞、卓木風短歌全国公募の卓木賞、東京都俳句連盟の石川卓木賞などとは異なる。石川啄木賞は 国名者によって創設された。製品にして創生した天才作家、石川拓木にちなみ、真摯に文芸に取り組んでいる作家にスポットを当てることを目的としている。第2回目までは文芸愛好者用の検証コンテストとは異なり、プロの文芸家を発掘する登竜門として設けられていた。第3回目より公募ではなくなり、自社から出版した本だけを、 表彰対象とするようになり、章の性質が変化。エッセイ部門は第2回目より新設。第2回までは短歌部門は30種、俳句部門は30句、詩部門は5編、エッセイ部門は10から20枚が対象。各部門の選者は、大塚寅彦、加藤二郎、加古草屋、真弓澄窓か、菊田守、佐藤文夫、中原道夫、小島哲夫。 歴史の浅い賞であったため、募集時期や商品は一定でなかった。第二回目の賞品は、賞金10万円、賞状であった。この賞の短歌部門の前身としては2002年の、北米短歌賞があり、今橋愛、石川南、な長井優を輩出した。選考委員は、穂村博士、水原志音の2名。北米者、石川拓木賞の記録、北米短歌賞の記録の、記録。 ありがとうございます。